2014年、新たな伝説が幕を開ける。スズラン高校3年生、喧嘩偏差値第2位、キングゴーラの右腕になる男、王の切り札、エースオブスペイド、高木哲司、健三。健三さん、はい、健三さんはダパンプのメンバーで、まあ、ダンスの世界的な大会で3年連続優勝もされているということですが、はい、まあ、映画は初出演。そうなんですね。アクションシーンなどいかがでしたか？いや、もう、あ、これ言っちゃっていいんですかね。最初、まあ、その現場入る前に、稽古があった時に、まあ、本気でみんなやっぱ稽古もやってるし、ものすごくこっちもめちゃくちゃ真剣にやってるんですよ。だからもうこれあれなんですけど、もう俺頭怪我しちゃって、ここ8針パックリいっちゃったんですよね。あ、でも血がもう出ちゃうような。いや、もうザーって出たんですけど、でももう真剣にやってるから別に血が出ても全然なんか痛くないんですけどねみたいな感じになってでも本当そのぐらいなんかこうみんな熱意持ってやってたし、なんかこう熱いっすね。なんかここの現場に入って思ったんですけど、こうやっぱこう大会とか僕もやっぱ出るじゃないですか、こう世界大会とか出るんですけど、それと同じてかそれをもう超えるぐらいのやっぱ緊張感、もうちょっと俺久しぶり足震えたなっていう瞬間がたくさんあって、でもこうやっていくうちにこのキャストの方々だったりとか、まあ、先輩たち、まあ、いっぱいいらっしゃるんですけど、こう柳楽君と一緒にいる時間がすごく多かったんですけど、こう一緒にこう銭湯行ったりだったりとか、なんかこう一緒に飯食い行ったりとかするときにやっぱこう演技の話とか聞いてだったりとか、いろんな方々からアドバイスもらってとか、なんか自分にとってなんか本当今28なんですけど、28年間生きてきた中でこの、まあ、短い2ヶ月だったんですけど、すごく内容の濃い、時間を過ごせたなっていうのがすごく感想です。もう本当にありがたいですね。はい。